で、まあ、私たちが見れば腫れ物に触るような感じで、しかしまあ慣れてるのは先ほど言いましたように、だからといってね、自分たちの生活のリズムを変わるということはなかったんですけど、そして、専門学校終わって、それから一つ会社に入るんですね。それがいわゆる何て言いますか、いわゆる身体じゃない、知的な意味でね、障害のある方がこう働く工場があるんですけども、3つ工場があって1つの会社を作ってるんですけども、まあ健常な方と、それから外国人労働者が中心に働いている工場と、もう一つ今言いました知的な障害者のある働く工場の、その3つのがありまして、それで そこに就職先を見つけてきまして、そこで働くようになったんですね。それで自分が言うには、パパ僕だってまあ障害者のようなもんだからな、なんて笑ってましたけども、そうだななんて私も笑ってましたけども、そういうところで働くようになって、それでまあ1年ぐらい過ぎたんですね。でまあもうそろそろやれやれ大丈夫かなと思ってて、去年の2月ですね、浜田さんの市民マラソンってのありますね、市民マラソンがあるんですけども、あれにパパ僕出るよって言い出したんですよ。あれに出るよって。で私は驚きましたんですね。彼がそんなことをするってことは、他の子2人の子供と比べてありえない話でしたから、それで出るのかということで出る。でしかも社長と一緒に走るんだよということで威張ってましたけども、社長さんも出るということで、あそうということで、でその息子がですね、毎週ねこうランニングの練習に行くようになったんですよ。で出るコースは10キロコースで、いきなり10キロ大変だなと思ったんですけどね、浜松の市民マラソンのいろんなコースがありますから、それで練習して、で1時間以内に走ると中日新聞に名前が載るよということを言い出しまして、1時間以内に僕は走るんだということで練習して、タイムがだん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 伸びてきてね、良くなってきて、そしてこの1時間以内に入れそうだということで、四ツ池の方、その日行ったんですね。で私とワイフは車で行ってもいっぱいだろうということで、電車で行きまして、で四ツ池上島で降りまして、そして四ツ池公園の方へ向かったんですけども、3000人近い人が今いますから、もう息子がどこにいるか分からないんですよ。でこれじゃダメだと、応援できないということで、コースに沿ってこう歩き始めた。コースならね、どっかで 見えるんじゃないか。それでずっと坂登って上がっていきましたら、後ろの方で10キロコーススタートの太鼓が鳴ったんですね。ダダダダダダ。それで、10キロコーススタートしたぞって言ってみましたら、ダダ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 ダ来たんですね。それで今かとか、どこに息子がいるんだろうと思ってね見てましたら、結構真ん中よりもちょっと後ぐらいのところをね走ってきたんですよ。それで僕がその息子の名前を呼びましてね、まあエースって名前を呼んだら、爽やかな、あんな爽やかな表情を見せたのは、まあおそらく彼はここ10年で初めてじゃないかと思いますけども、非常に爽やかで明るい顔してこうやって手を振って走っていきましたですね。で私たちは夫婦はそのコースに沿ってずっと歩いていきまして、そして自衛隊の本田のね工場のある手前のあたりまで来たところで10キロコースの下が折り返して戻ってきたんです。それでもう息子もまた戻ってくるんじゃないかなと思いまして、見てましたら結構いいところ走ってましてですね、走ってまして、そのまた同じようにエースエースと声をかけたんですけども、今度はもう全然もう顔しかぶってね、もうくっそーな顔して返事もしなかったですね。それで行きました。で私はですね、まあ、ちょっと話前後しますけれども、子供の時からですね、子供の時から何かいいことや嬉しいことがあると決まって口から出てくる歌があるんですね。皆さんもそういう歌がある、歌や音楽があると思いますよ。で私の場合はですね、どういうわけだか子供の時から、段階の世代のね、子供の時から、まあ今から段階の世代ですけども、もうどさくさに紛れて生まれ育った私でもですね、嬉しいことや悲しいことがあると決まってこの歌を歌ったんですね。夕空晴れて秋風吹き、月影落ちて涼みしなく、思えば遠し故郷の空、この歌はよく歌ったです。子供たちがね、小さい頃一緒にドライブして帰りにね、車の中でみんなで合唱したり、まあそういう時にこの歌がどういうわけだか出てくるんですけども、
まあ息子がそういう状態になってからは一度も歌ったことないですね。ないです。もうなかったんですけども、その帰り、姫街道、もう車全部止められてましてね、あの広い、って言いますか、道路、ずっと、車は一台ないですね。それから人影もないんです。で、私とワイフはですね、まあ歩道ですけど、歩道を歩きながら、そして、ワイフは何を心配しているかといったら、時計を一生懸命見ながらね、S はその1時間以内に入ったかしら、1時間以内に入ったかしら、1時間以内に入ればいいわって言ってましたら、遠くでまたドドンドンドドンドンと太鼓の音が聞こえてきました。いわゆる10キロコースのね、先頭が四ツ池公園に戻ってきたという合図なんですね。それで、1時間以内に入ったと思うよって言って、そして帰って、その時にですね、あの歌がまた口から出てきましたですね。夕空晴れて秋風吹き。で、私とワイフはですね、一目かまわって言いますか、もう恥ずかしげもなく、大きな声であの道路のど真ん中でか、歌ってその歌を歌いながら帰りましたですけどね。で、静岡あたりからまあ車が走ってまして、そこからまたバスに乗れましたけども、その歌を歌って帰りました。まあ、私はこうして、まあ、まだその、だからといってね、問題が全て解決したわけじゃありませんけども、まあ、なんて言いますか、今でもその進行中ではありますけども、一つのこの節目を作ったような気がしますね。皆さんもそうだろうと思います。これから皆さん子育てをなさっていく過程において、苦しいこと、悲しいこと、辛いこと、濃厚や山を越え、絶望感に追い詰められて、ね、そして叩き落とされて、というようなことも多いと思います。あるんですよ。しかしね、人間はなぜ生きているかという、これやっぱりドラマなんですよ。平凡は美徳かもしれませんけども、ね、平凡であることは素晴らしいことかもしれませんけども、平凡からは何も生まれませんから。それは出来のいい子供を持った親は幸せかもしれませんけども、そこからはドラマは生まれませんね。やはりこう一緒に乗り越え、苦難を乗り越えて、そして一緒に生きてきたというその思い出が、その人生を後々光り輝かすんですね。その時は辛いでしょう。苦しいかもしれませんけども、そのドラマにこそ生きる価値がある。また生きる目的、希望が見出せるわけですね。ですから、運命というのはそこにあるならば受け入れていく。そして受け入れながら、そして子供子育てに関して言えば、子供を認めていくということですね。で、それが、まあ、子供を守りきった、信じきったという、まあ、親の喜びとなって、後々跳ね返ってくるものだということなんですね。その時に、まあ、もしこれからね、まだ皆さんお若いですから、そういうことはまだないかもしれませんけども、これからいろんなことがあると思います。会う時にですね、ちょっとこう覚えておいてくださると嬉しい言葉が、この、許して忘れる、forgive and forget という言葉ですね。何かあったら許して忘れる。それは愛を与えるために許し、愛を得るために、子供からですよ、得るために忘れるんだ。ということで、まあ、大急ぎ、本当はもう、こんな、いろんなお話したことがあるんですけども、子供はそこにいる。それは何のためにいるかというと、皆さんに尊いものを教えるためにそこにいるんですね。それは、親が、ね、子供を育てるというのは嘘ですから。それは幼稚園、私は幼児教育というかの中心ですから、親を見てれば分かるんですよ。幼稚園初めて子供を連れてくるのに親というのはね、威張っててね、ツン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 してるだけなんで、綺麗ですよ、美しいですよ。しかし、中身がない。しかし、そんな親でもですね、2年、3年と幼稚園で過ごして、幼稚園を出ていくときには、稲穂の炎がね、頬を食べるように姿勢が低くなって、